てあなたと出会ったのは箱ばかりの小さな6畳間。眼鏡越しのあなたの瞳はキラキラ輝いていた。それから1ヶ月、朝から晩まで二人きり。けど世界が違う、こんな私にあなたは優しくしてくれた。ごめんね、画面から出れないの。私は二次元の女の子。どんなに気持ちが高ぶってもあなたに触れられない。ごめんね、本音が口に出せないの。私は二次元の女の子。決められたセリフ通りにしかあなたと会話できない。伝えたいのこの気持ち、出会ってくれて本当にありがとう。パソコンの中のセーブデータ、他の子に浮気とかしないで私だけを見ててくれた。あれから1ヶ月、あなたが箱から取り出した。インストールし始めた別のゲームにあなたの気持ちは映ってた。そうよね、ゲームには終わりがあるの。私は二次元の女の子。どんなにあなたが恋しくても飽きられたらすぐ終わり。ごめんね、見てるの。私は二次元の女の子。あなたとの幸せをちょっぴり外で感じてみたかった。でも覚えていてね、私